皆さんこんばんは、でんのこ天使チャンネルのでんのこです。今回はジャンププラスにて連載されている看板作品であるスパイファミリーについての内容をお話ししていこうと思います。2022年4月9日よりアニメ放送もスタートし、毎週土曜の夜が楽しみで仕方ないという方も多いのではないでしょうか。そんな業界もプッシュのアニメスパイファミリーですが、第4話の放送がされました。胸くそ悪い教員に憤りを隠せないヨイド、夜に感動した人も多いと思います。そんな胸くそ教員スワン先生の意地悪な質問でアーニャが思わず涙をこぼすシーンがあります。その時母親についての内容だったんですが、一体このアーニャの涙の意味は何なのか、母親は一体どんな人物なのか考察していこうと思います。今回の動画ではそんなアーニャの本当の母親について、何か今後のストーリーでヒントを得れる楽しめる様子が増えればなと思っています。ぜひ皆さんのご意見や考察をお待ちしております。連続天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係、気になる作品などを深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、でんのこも頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入ります。まず現在アーニャの親、母親、父親、両親など親族に関する情報は全くありません。分かっているのは4回里子に出されていることです。フランキーが第1話で情報を調べてもほとんど不明となっていました。しかし唯一と言っていいほどの情報として捉えるのであれば、イーデン校の二次面接のシーンです。一度だけママのことを思い出し涙する場面がありました。それはロイド、ヨル、アーニャの3人がイーデン校の面接を受験した時です。面接官の一人であるマードック・スワンが、夫婦が美男美女で何不自由ないように見えたため嫉妬します。なぜなら自身は数ヶ月前に奥さんと離婚し親権を奪われていたからです。拗れていたマードックは面接で意地悪な質問、人として失礼な態度を繰り返します。質問の中で両親に点数をつけてみなさいと言われたアーニャは、2人とも100点満点でずっと一緒にいたいと明言します。それを受けたマードックは、じゃあ今のママと前のママどっちが高得点だと質問をかぶせます。あまりにも横暴な態度にアーニャはこの質問に答えることなく涙を流しながら、ママとつぶやいて泣いていました。このシーンでアーニャはママに対する記憶が残っていることを意味していますよね。このママは一体誰なのか。そもそもなんですが、現在フォージャー家としては父、母と呼んでいます。これはロイドが上流階級らしい呼び方としてアーニャに頼んだからになります。今回面接のシーンではスワン先生の意地悪な質問ですが、直接前の母親について問い詰めたわけではありません。あくまでママというキーワードに対してフラッシュバックしたから涙を流したと思われます。その理由として考えられるのは2つあります。里子で出された先のママの扱いがひどかった、本当の母親と辛い別れをしている、この2つかなと思います。いずれにせよ直接的にスワン先生から攻撃されたわけではないけど、思い出すのはかなりでかいかなと思います。ひどいママだったのか、もしくは辛い別れをした本当の母親なのか、どちらかだと思います。もう1点、作中で母親ではないかと思われる人物がいるという説があります。それはワイズの管理官であるハンドラーことシルビア・シャーウッドです。このシルビア・シャーウッドは年齢が不明、独身であることしか分かっていません。その他にはフルメタルレディ、公的の淑女と呼ばれている人物ですね。原作第22話でボンドが活躍したものの、プロジェクトアップルの被験体であったためワイズが引き取ろうとするシーンです。その時アーニャのお願いでボンドを引き取る時に、被験体であったボンドの面倒をちゃんと見るようにシルビアはアーニャに言います。そしていい子じゃないかと言い、私にもあのくらいの娘がいたとコメントします。そう、シルビアに子供がいたことがこの一言でわかりますよね。ただあのくらいの娘がいたという過去形なので、かつて娘がいたということになります。そうなるとアーニャは現在 4,5 歳ぐらいの年齢なので、アーニャが直接シルビアの子である可能性は低いかなと思います。ロイド同様、戦争に対して強い嫌悪感を持っており、爆破事件を起こそうとする学生たちに争いは習わなかったようだなと言っています。ここからわかることは、ロイド同様戦争による悲しい過去があったことが予測できますよね。おそらく戦争で娘を失ってしまったのではないかと思われます。加えてアーニャはそもそも心を読むことができるので、シルビアの心ももちろん読むことができますよね。シルビアはアーニャのことを我が娘だと気づいていれば、黙っていてもアーニャは知ることができます。そして先ほども言いましたが、これぐらいの娘がいたとなるので、条件を揃えるとアーニャはシルビアの娘ではないと断言できます。ですがここでわざわざシルビアが娘という表現するのは、おそらくミスリードだと考えます。いずれ語られるであろうアーニャの両親、母親についてはもっと別の角度からの人物が登場すると考えています。おそらくスパイファミリーが完結するときは、それぞれの正体を明かし、東西が平和となることで本当の家族となるのがハッピーエンドだと思います。
そこへ本当の母親が登場することが考えられます。本当の母親なのか、偽装の家族であるホージャー家に残るのか、選択を迫られる場面が出てくることが予想できます。そこでシルビアのエピソードが語られると思います。スパイファミリーのバックグラウンドとして、戦争は切っても切れない関係にあります。戦争で娘を失い、気づいたことをロイドや夜、アーニャの本当の母親に語るのではないかと思います。要するにシルビアのその立場から考えて、娘がいること、本当の親としての意見がここで出てくるのではないかなと思います。クライマックスまでに夜は母親として大きく成長している部分があると思います。そこで夜がアーニャの本当の母親としてのあり方を伝え、アーニャの本当の母親を納得させるエピソードが終盤にあるのではないかと思います。昨今さまざまな家族スタイルがある中で、仮初めの家族でも本当の家族になれることを示すのだと思います。もしくはシルビアの娘がアーニャと実はつながっているという部分も、後に母親が判明すると同時につながるかもしれませんね。いずれにせよ、シルビアに娘がいたという内容に今後大きく関与している可能性は示唆されます。今回はアーニャの母親について考察してきました。アーニャがね、双子説などある中でちょっと角度を変えてね、考察をしてみました。アニメだと髪色が、目の色がかなり近いので、もしかすると考えられますが、なかなか難しいところですね。シルビアが重要な場面で関与してくるのは間違いないかなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの考察等お待ちしておりますので、コメントお願いします。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。